2曲目はね、ちょっとこう声が出るかどうかということで、小田和正さんの曲で、ね、知らない歌なんで大丈夫だと思います。風のように歌が流れていますね。初公開ですね。人前に行ったことも歌ったので。休憩入ってなかったけどね、休憩入れました。彩香さんでね、三日月でも行ってみましょうかね。